我が役目、救うべき世界のために、お前を撃つ。 君がなぜ？ さあ、集え、光の戦士たちよ！ 敗せず、我こそが第一の救い、最初の英雄にして最後の反逆者、
全てに変えてこの手に勝利を。お前を倒し私はすぐ来る。こちらもまた英雄か。問題よ、力とならん。
とならん。諦めるものか、我らの約束を。見くびるな。私は不滅なるもの。まだ戦える。捕らえたぞ。お前も私の未来の記憶ばかり気にしていたのだろう。だが忘れるな。この塔は過去から届いた希望だ。アラグの時代、こいつは天より注ぐ力を受けるために作られた。言うなれば特大の白聖石だ。我が民の心、そして英雄たちの心を利用してお前が得た力、その魂ごとまとめていただくぞ。これは…ああ、そうだ。ゾディアークになればみんなを救えると思って。けれど、なった後にも仲間たちの嘆きが聞こえたんだ。
世界の行く末についてたくさんの意見が出た。そんなことは珍しいから委員会のみんなが悩んでいた。だったらエリディブスが手助けしに行かないと。そう思ってゾディアークからこぼれ落ちたんだ。そう、私は好きだったんだ、彼らのことが。役目をやり遂げたらもう一度見られると思っていたんだよ、彼らの幸せそうな笑顔。私が最後に残ったって仕方ないじゃないか。振り切りすぎた。この前推奨校としてやるべきことを果たしたら、話したいことがあるって言っただろう。第八霊祭の要因を退け、しまったみんなを返す方法を見つけ出し、クリスタリウムの民もこれでもうどんな夢でも見られる。だから笑い飛ばしてもいいから聞いてほしい。記憶と魂はあなたと共に彼方へ。されどこの身はこの場所に。胸を張って立ち続けよう。私をこうと呼んでくれた民と、この世界に
希望は明日へ継がれていくのだと。物語続けるために。事実、そこに水晶光が立ち続けているからなのでしょう。皆さんは急に元の世界に返されることもなく、予定通りの方法で帰還を試みることになりました。闇の戦士と呼ばれたかの人も、二つの世界を渡ることができるまま、クリスタルタワーはこの世界と彼女をつなぐ永遠の道しるべとなったのでした。